はい、皆さんこんにちは、ギター歴40年ギブソン大好きおじさん北村雅彦です。いつも見ていただいてありがとうございます。ですね、この YouTube のチャンネルで始めました左利きのギターレフティーギター3ヶ月チャレンジ、最初の1週間をちょうど過ぎたところでございます。この1週間を振り返ってですね、今日はこの1週間を振り返ってさあ現時点でどんなことができるようになって、そしてこれからの課題はどんなところかなというのをこう展望していけたらというふうに思っているんですけれども、そうですね、この1週間を振り返ると、まあ、ざっくり一言で言いますと、最初の 3,4 日ぐらいね、おできるようになった、できるようになった、いいぞっていう、最初の 3日4日ぐらいかな、そんな感じ でそっからですね、ちょっと停滞に入って、今停滞中っていうね、ちょっと今ここは耐える時だっていう、そんな感じなんですけれども、何が起きているのかということをちょっとね、お話考えてみたいと思うんですけれども、まず最初の3日間4日間はどんな感じだったかなと。この左レフティーギターですね、生まれて初めてとにかくこのギターが我が家にやってきて、左利きのギターというものを初めてこう抱えた時に、まずめちゃめちゃ違和感を感じたわけですよ。もう体に全然馴染まないね。今までずっと40年こっち側で構えて、ギター弾いてきたわけですから、それがいきなりなんかこんな逆になって、でこの違和感を何かこう分かりやすい物事に例えるとしたら何だろうと思ってちょっと考えてたんですけれども、まあ例えて言うならあれですね、まあこれも、まあ、野球のバッティングで右打ちと左打ちあるじゃないですか。まあ、あんまり女性の方とかは野球やらないから分かんないかもしれないですけど、まあ男の人だったらね、野球、特に僕ぐらいの年代の人だったらもうみんな野球は子供の頃やってたと思うんで、そうすると僕はまあ右打ちなんですけれども、左打席に入ったらめちゃめちゃ違和感あるじゃないですか。もうバットの持ち方からして逆だし、打席から見える風景も違う、そしてもう振ってみてもなんかおかしいっていう、あのなんかおかしい感じがもうこれなんですよ。もうなんかおかしい、全然座りが悪い、弾ける気がしない、どうやったら弾けるのかもピンとこない。もう最初はそういう違和感の塊だったんですね。でそれが、その違和感の塊だったのがこういうカラピックの練習、それからスケールというかクロマチックエクササイズですね。まあこれもまだまだ大変なんですけれども、でもとにかく数をこなせ作戦で毎日一生懸命こうやってるわけですよ。こういうことをいろいろやってるうちに、やっぱりこの構えというものがこう体に馴染んでくるんですね。で馴染んだ分だけやっぱり指の動きも良くなるし、例えば弾き語りだったら歌う時に、一緒に歌う時の声も出るようになるし、でこう例えばコード、体に馴染んだ分だけ鳴りも良くなってくる。それがね、多分最初の4日間くらいはね、この構えに馴染んできた分だけ自然にできることが増えていった、そんな感じだったような気がするんです。でそれがですね、この馴染むっていう、まあだからそれはさっきの、スイッチヒッターの話で言うと、まあもともと右利きだった人がね、左打席でも打とうと思って、で最初はまあ多分素振りとかするわけですよね。で素振りを一生懸命やる。で最初はその素振りも全然できなかったのが、だんだん馴染んできた。素振りが馴染んできた。で素振りはうまくできるようになったっていうね。素振りならかなり体に身についてきたぞっていう。最初、一番最初は多分そういう段階なんじゃないかと。それがこの構えは馴染んできたっていう。最初の3日間4日間、そんな感じだったのかなと。だけど実際に例えば野球でその左打席でヒットを打とうと思ったら、素振りだけじゃ打てないですよね。そっから実際本物のボールを打つ練習っていうのは、そっから始まるわけで、そっからが大変、そっから本番です。なので僕もこれは素振りに相当するのは、この構え、こうギターを構えた時のフィット感、それはまあ最初の3日間4日間こんなこと
ってきたと思うので、だいぶ馴染んではきたんだけれども、実際に本当に音を出す、曲を弾く、演奏する、そして一緒に歌も歌おうっていう、その練習はまあこっからが本番ということで、うん、まあ最初その体に馴染むところまでは OK だけど、こっからがいよいよ本番だよっていう、今そういうところにいるのかなと、そんな風に自分では感じています。弦を押さえる方の手というのは、弦が当たって指先がまあ最初痛むと、必ず痛くなると。でそれが固まってくると、だんだんこう弾けるように、しっかり押さえていい音が出せるようになってくるんですけれども、現状1週間経ちまして、この右手の指先はどんな感じかと言いますと、見えるかな、こう、まあ、感じとしてはですね、一番最初の時のような、もう押さえただけで痛いっていう、そのステージはなんとか超えたかなと。今ちょっとこう溝、軽く溝ができてるの分かるかな、弦を押さえたところがちょっと赤く色が変わって溝になってる。で、ただまだ固く固まるっていうところまではまだ行ってないんです。これ左手、40年弾いてきた左手の指先だと、もうこうちょっと色が白く、皮が分厚くなってね、そこが白くなってるわけですよ。でそこに弦がはまるような溝がついてる、見えるかな。うん、で例えばこっち側から爪の側から見ると、この爪よりも出っ張ってる肉の部分、これは肉というよりはタコになった爪な、タコになった皮なんですね。で皮が厚くなっていて、その厚い皮で弦を押さえる、厚い皮が盛り上がった部分で弦を押さえるので、こうすればいいか、こういうふうに押さえるわけですね。あの爪よりも硬くなった皮がタコとしてガバッと盛り上がっているんで、その盛り上がった部分で押さえるので、ピタッと押さえられるんですよ。でそれがこの右手の側だとまだ盛り上がりきっていないので、ピタッと来ないっていうところがまだあるんですね。なので、この指先の感じも、始めたばっかりの時よりは馴染んできているけれども、本当のギタリストの指先になるにはまだもうちょっと時間がかかるっていう、そんな途中経過の感じかなと。皆さんこういう指を鳴らすのってできますか？これ僕右手で今で、まあ僕は右利きなので右手こうやって鳴らすっていうのは、これね多分小学生の頃にできるようになったんですけど、左手はねできなかったんですよ。で小学生の時多分左も練習はしたんですけどできなかった。でやっぱり自分は右利きだから右はできるけど左はできないんだって諦めてたんです。で諦めて、40年以上経ってたんですけれども、最近このレフティギターチャレンジを初めて左でギターを弾く、まあまだまだ弾けてないですけど、でもまあとにかく弾くんだっていうことを、やり始めて、そしたらなんか指鳴らすのもね左もできるんじゃないかなっていう気がしてきたんですよ。ギター左で弾けるんだと指も左鳴らせるんじゃないかな。それで改めてあのギターでやったのと同じように、改めてこの右手で指を鳴らすのはどういうふうにやってるんだろうということをすごく観察してみたんです。あのギターもね右手で弾いてるのを観察して、それを左手で一生懸命真似するっていうことを今やってるんですけれども、指パッチも右手でやってることをすごく真似して、そしたら40何年目にして初めて気がついたことがあって、その右手の指鳴らすときにこういうことをやってるのかっていう、それをね左で真似してみたら、ちょっと待ってね、なかなかまだあれうまくいかないんだけど、ほらほら結構、まあこっちに比べたらまだね、まだまだだけど、でもほら今の良かった、結構ね鳴るようになってきたんですよ。こういうのもね、なんていうの、まあちょっと大げさに言えば新しい可能性じゃないですか。もうできない、こっち側もう聞き手じゃない方ができないと思ってたんだけど、ほら意外にできるもんなんだと
言われたらだから何ってことはないんだけれども、まあそういうね、ちょっとまだまだ自分にも可能性があるんじゃないっていうことに、目が向けられるようになってきたというのも今やってるこのレフティーチャレンジのね、面白い一つの成果かなと思っています。今の段階でこの1週間レフティーギター、左利きギターを弾いてきた今の段階での、最初の課題曲中島みゆきさんの糸、今どんな感じなのかというのをですね、ちょっと軽くやってみたいと思います。3ヶ月と積み上げていったところでどこまでできるようになっていくのかと、この先もチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひまたご視聴いただけたらと思います。まあ、チャンネル登録とかもね、よかったらやってみてください。じゃあ今日もありがとうございました。さよなら。